こんにちは。今日は、新3年生がね、書道の、授業が始まるということで、習字ですね。習字の授業が始まるので、そのためのちょっと説明と、そんな動画にしたいと思います。まず簡単に持ち方からね、説明しますね。筆がね、こうあります。これちょっと細い筆、細いっていうかね、先生のなんですけど、ちょっとみんなが使うのはこのぐらいの太さかな、ね、で、ちょっとこれでね、今ね、ここがついてないので、墨つけてないので、ちょっとこれで説明しますね。持ち方です。まずは、一本掛けの単行法って呼ばれるのが、こういうよく鉛筆でもね、使ってますよね。この3点、1、2、3、この3点で押さえてるのがこの、単行法と呼ばれます。単純の単ですね。で、ただ鉛筆と違うのはここに隙間があります。ほらね、このぐらいの隙間があります。こうにあると鉛筆になっちゃいますよね。だからここ、こんな感じで、もう一つ2本掛けの走行法っていうのがあります。これこういう風に4点で支えるのがこれ走行法です、ね、先生はね、こっちの方が最近は好きです。でもみんなと同じぐらい小さかった時はなんとなくこっちでこう単行で書いてましたけどね、今になってなんか知らないけどこっちの方が好きなんです。で、そういう風にちょっと好みも変わってきたりしますし、いろいろ試してみるのがいいと思います。こうじゃなきゃいけないっていうのは特にはありません。なので自分の好きな書き方、好きな持ち方で、ただね、習ってる先生がこうしてくださいって言ったものに従うのがいいのかなと思います。はい。それからあと構え方で言ったら、まずは腕を浮かせておきます。肘ね、肘、ここがこうついたらダメですよ。こうやってつくとほら、手首でしか、これでしか書けないからね、それはダメです。こう大きく大きくこう腕全体で書くものなので、こうね、でその時によく時々かな、いるんですけど、ここがね硬い、こういう風に出てしまってる、硬くなっちゃうと、これガチンってなってると本当に書けないので、綺麗な線が出ません。これってどうしてかっていうと、いつもいつも真上じゃないんですよ。上の方にこう、これ寝かせないでねって言うんですけど、だからといっていつもまっすぐ天井向いてるかって言ったらそうではないですよね。なぜかっていうと、こう払いをこう大きい、こう令和なんて書く時もほら、こう一屋根ありましたね、こうね、こうありますけど、その時だって少し傾いてますよね、こうね、こう入れたらスーって傾くんですよ。だからいつも同じように真上じゃないけど、こう傾きを加えながら書くもので、ただこういう風にベタッと寝ないようにしましょうねって。これだとほら鉛筆と同じだから、そうすると太い線しか書けないんですよ。そういう意味で立てましょうねって言います。そうで、立てるっていうのが前提で、ただ傾きは加えますので、ここのね、手首と肘のところ、そこは柔らかくしていつも腕で書くようにします。そして言葉で言うとね、線はね引くものなんですよ。押して書くものじゃないので、押し付けないようにします。でも押し付けないようにするのに、でも力強い線がじゃないとダメじゃないって思うんですけど、その力強さの出し方はこの穂って言います。ここね、書く部分、これが穂です。穂の先の方を穂先って言うんですけど、穂先が大事で、上の方は使わないんですよ。これ全部を使って書いた場合どうなるかって言ったら、ドスンって置いてギュー、こういう線になるんですね。じゃあこの辺使わずに穂先を使って、太い線を、力強く太い線をって言った時に正しい使い方はどうなのかって言ったら、こう置いて、今半分ぐらいしかついてないんですよ。こう置いたら、ここからギュッ、こんな感じ、ギュッ
そうするとね、鋭い線が出ると思うんです。じゃあ縦線も書いてみましょうか。いい線質でいきます。こう置いてゆっくりと払う。これ皮っていう字にしてみますよ。ここから真ん中いきます。しっかり置いて、そうだね、斜め45度の話もしたいんですけど、で止まります。これね、で最後ドンで、またギューって切って、またゆっくりゆっくり払います。で払うっていうのは少しね、上に上げていくと細くなります。で間違っちゃいけないのは、払うっていうことが早いっていうこととイコールだって思う子が結構いるんですけど、それは違います。早いと払うはイコールではありません。逆にゆっくりと思ってください。最後の最後まで穂先の行く先を見届けてから次に行くっていうぐらい、ゆっくりで、初めはね上手に書こうなんて思わなくていいんですけど、丁寧に書こうっていう意識だけ持ってください。丁寧に書いて最後までだから諦めずに書くっていうところですね。だいたい失敗しちゃったって思って焦ると、最後の方の名前なんか特にちゃ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 ってこう終わりにしようとしちゃうんですけど、こう大人でもそうなんですけど、最後の最後まで書いたものの方がやっぱりこう書いてる時に感じたものと最終的に見た時のその感想ってちょっと違ったりするんですよ。案外心に響くものってそうじゃなかったりするので、諦めないことです。でゆっくりでいいので、スピード感を出すところっていうのは慣れてからでいいので、まずはちょっとね、3と変わって書いてみますね。横線の3本線の書き方の違い、簡単に説明しておくと、3って上に上がる線と、まっすぐな線と、こちら側にこう下にギュッて下ろしてくるような線の違いなんですけど、それをちょっと大きく書いてみます。ドン入れてギュッ、ね、こうギュッて上がりましたよね、ギュッと。その時に斜め45度っていう、よく言われます、ここのことです。45度。で2本目も同じように斜め45度。まだね、3年生45度とか言われても分かんないと思うので、とりあえずこういう角度で入ればいいんですよ。間違っていけないやつをじゃあ書いてみます。ここに書きますね。いつもはこういうふうにこちらからこういう向きで入るのが斜め45度なんですけど、こうやって入った場合どうなるかって言ったら、こうカクンカクンってなるんですよ。とんがりがね、こう真横に来てるような状態、これいけないやつです。とんがりはこういう向きでいつもあってほしいんです。こういつもこちら側にこういう向きで尖ってます、こうじゃないよねっていう話で止めでしょ、ここ。そしたら最後、ここ最後も同じようにこの角度で入りましたよね。入ってギューッと持ってきて、ここ止めしっかりしておいて、ちょっと今カサカサになっちゃったけどね。でそんな感じで皮いきましょう。さっきのと一緒です。じゃあいけない入り方、こういう感じ。こうするとほらこうになっちゃうんですよ。上にとんがりきてますよね。これ本来は斜め45度って言ったらこういう向きで入るんです。こういう風に入りたい。こう来といてゆっくり払う。で真ん中来て、またこの向きで入ったらまっすぐ来て止めた時にほら穂先があるのはこの位置なんですよ。今はじめこういう向きで入って、ほらここにほら今筆の穂先ここにありますよね。だからここにちょっとボコっていう、少しねなんだろうな、ポコってなってますけど、これ止めようと思ってギュッて力を入れたらどうなるかって言ったら、こうしてドンってなっちゃうんですよ。こっち側に出ちゃう。そうするとこれが美しくなくなっちゃうので、お尻をちょっと上げとくようなイメージで、穂先だけこうやって残ってるぐらいなイメージ、こんな感じです。そうやって止めてあげるとね、綺麗かな。でこちら側最後ですよ。この向きで入ったらまっすぐ下ろしてきて、ゆっくりゆっくり上に上げます。そうするとここがね、こういうラインがねできるんです。これが払いの仕方ですね、こう縦線の。
でこんな風に書いていきます。でそれからちょっとね急ぎ足なんですけど、細筆です。こっち小さい筆の方でお名前を書くときなんかね使いますけど、これも持ち方はいいですよ。ただこれの場合はこう浮かして書いてもいいんですけど、こう手ついて書いて構いません。その時にもこういう風に立てて書けるようにってことは、ここがついてるんですよ。全部ベタってつけるっていうよりは、ここがね一点がこういう風についてて、それでこうやって書くようなイメージです。そうで、それが書きづらい、やっぱここに長さがある分だけこういう風に腕を上げてなきゃいけないので、これがねちょっと書きづらく感じるんですよ。それが嫌な子はここに枕のように左手を添えてこういう風に書く書き方があります。先生もこれでよく書きますね。やっぱねちょっとべちょべちょしてたりするとね、手が汚れて嫌なの でね、ちょっとね石川さんでいきましょう。石という字です。いきなり石なんて難しいかな。ここに四角がありますね。口という字ですけど、そう、ここのちょっと力こぶのようなね太い部分、これの作り方、こうして置いてギュッと締めてあげればいいですかね。そう、これ難しいですね。だんだんでいいので書けるようになりたいんですが、川は大丈夫でしょう。でこれこういう風に地面があると思ったらいいです。これ揃えてあげると綺麗なので、名前どうしようかな。ゆりちゃんにしましょうか。友という字に里でいきましょう。これもそう、さっき揃えるって言ったのはここの部分です。ここを揃えるようにしてあげると、ここ右がねこうね同じ足がこう足というかね、ここが同じようになると綺麗に見えます。でもう一つ、またこういうの出てきましたね。四角い字って難しいんですけど、ここはね里っていう字はここが同じ空間になると綺麗なので、そこを揃えたいんです。でこの時にちょっとポイント言っときますね。さっきの3って書いたこれ上がるのと、こちらにこういう風になるのと、線質に2通りね今ありましたね。3通りか。ここはまっすぐだからね、こうまっすぐでいいんですけど、この線質のどれがこれなの、どれがこれなのっていう風に見るんです。1画目っていうのはギュッて上がるのと同時に太いんですよね。わかります？太くてこうギュッて短くて上がるんです。それこれね、これね、そうそう、そういう風に当てはめていきます。でこういう風にギュッて長くて反るっていうのはどれなのって言ったら、こう砂糖みたいな最後のこれ、だから土っていう字とかもそうですよね。こうギュッてね、ギュッてなる、そう、その横線がまず どの線質になるのか。だから ただ単にまっすぐビーって書いた線っていうのが、これは一番良くないんですよ。つまらないし、多分分かってないだろうなって感じに見えちゃうので、どっちなのかなっていう風に沿ったりすればいいです。結構ただまっすぐってあんまりないんですよ。だからねその辺をよく見るといいかな。あとは縦線っていうのは案外しっかりめで太いことが多いです。縦が太いで、横っていうのはこういう字に多いので、やっぱり混み合ってますよね。混み合ってるってことはやや細めに書かないとまずいってことです。でそういうところもね含めて徐々に慣れていくといいです。名前がね一番もしかしたら難しく感じるところだと思うんですが、最後に気を抜かないように丁寧に書くっていうところを心がけてください。それでは3年生頑張りましょう。